皆さんこんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日はこちらの鉢植えの木、これを小さく自然風に維持していく方法ということで、剪定方法をやっていきたいと思います。ちなみにこちらの木はユーカリのポポラスという木ですね。ただ今回の剪定方法はいろんな木に応用できますので、鉢植えの木小さくしたい方ぜひご覧ください。では行ってみましょう。はい、今回のモデルさんはこちらのユーカリポポラスになります。だいたい樹高は鉢も含めて2メーターちょっとぐらいというところでしょうか。で、ユーカリとかこういった大きくなりたがる木なんですよね。で、自然界では10メーター、20メーターを超えるような木を小さく育てるにはやはり鉢で育てるっていうのが一番いいですね。根を締めて育てるって言いますけれども、そういったやり方非常におすすめなんですけれども、やはりそもそも自然界では大きくなる木なので、どん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 大きくなろうとしてしまう。そういった時に一番問題なのは、皆さんお悩みなのはやっぱり大きくなりすぎて困っちゃうっていうこと、それからやっぱり大きくなると弊害として台風とかで倒れやすくなりますし、折れやすくなるっていうのがあります。それからまあもちろん根が詰まってしまうというのもありますよね。はい、それともう一つ大切なことが、実はこの下の葉枝ですね、下の枝が養分がいかなくなって枯れに入ってきてしまうっていうことなんです。こうやって樹木っていうのは上の方が成長が非常に強く伸びる、これ長芽優勢っていうんですけれども、こういった性質があります。ですのでこの長芽優勢、これで上の方に上の方にエネルギーを持ってってしまうんです。そうすると下の方にあるいい枝がだんだん衰弱してきてしまうんですよね。ですので上をある程度切ることによって下の枝を養うっていう意味がある、これが剪定するとっても重要な意味だと思うんですね。ですので樹形を維持するためにはある程度上を止めておかなければいけないということで、今回はこの芯を止めるっていうこともやってみたいと思いますので、その辺も含めてお楽しみいただければと思います。それから剪定の適期に関しましてはそれぞれの樹木によって違いますので、その辺は参考書なり、それから僕の動画、他の動画なんかも参考にしていただいて、分かるものは調べていただければと思います。はい、それではこれから剪定していこうと思うんですけれども、まずその前に大切なこと、仕上がりをイメージするってことをしてみてください。この仕上がりをイメージするってことをするかしないかで結構出来上がりが変わってくると思いますので、大切な過程です。じゃあまずね、この木に関しては高さがありすぎるので少し冷たいですってことで、この辺の高さに持っていきたいっていうことです。それからサイドもちょっと出っ張りすぎてる枝がありますので、その枝を少し戻すような形でスリムにしたいです。その辺も含めてまあだいたいこの辺のラインで収まってくるような樹形にしたらいいかなっていうふうに考えています。はい、それではこれから実際に剪定していきますよ。まずはじゃあトップを見ていきます。トップどういう構造になってるのかっていうことを見てくださいね。この木に関してはこの一番上のところでかなりの枝が横に出てる状態ですね。何本出てるんでしょうね。まず芯の枝、この枝が1本立ち上がって横に 1,2,3,4 本ぐらいかなが出て、車枝状に出てるような状態で、切るときに一番あまり高さを下げないで切るのであれば、ここですね、この一番芯の部分、この芯の枝を切るっていうことが今後ね、枝が上に伸びにくくなるっていう切り方であります。まず本来の切る場所はもっと下ですけれども、この一段上でちょっと切ってどんな感じになるかってイメージしていただければと思いますんで、切り方のね。はい、じゃあまずここに横枝が出てます。ここに横枝が出てます。で、正面に出てる枝のところを大切にしてください。この枝を残すようなつもりで、この上に立ってる太い枝、この上に立ち上がろうとする枝を抜きます。はい、ここですね、ここで切るっていうことです。そうするとこの正面に伸びてる枝だけが残ります。ちょっとこんな感じで切ってみますよ、一回。はい、はい、この枝が抜けました。それでこの正面の枝が残った状態です。切り口はこんな感じ。こうやって切っておくと
どうでしょうか、遠くで見るとあんまり切った感じに見えないんじゃないかと思うんですよね。はい、先枝先切ってませんしね。でちょっとこの辺長いなって思えば、もっと下の方まで行って、残した枝ですね、残した枝の中で、ね、さらに前の方に横に伸びてる枝、ここのところでを残して切ってあげるんです。こうやって切るんです。そうするとどうでしょう、切った感じは多少ありますけれども、いやらしい感じはないと思うんですよね。こういう感じにしていくと樹高を下げていくことができます。で今回今ここで切りましたけれども、もっと本当は下で切りたいんですよね。ですのでもうちょっと下で攻めてみたいと思います。はい、それではさらに下の方で芯を止めてみたいと思います。今切った場所がここですけれども、さらに戻ってここを見てください。ここで前の方に向かっていい横枝が出てますね。この横枝をトップにするようなイメージで、ここの部分ですね。はい、ここで切ってあげます。はい、こんな感じに切れます。はい、いかがでしょうか。切ったんですけれども、そこまでいやらしい感じはないんじゃないかなと思います。前に出てる枝のところで切ってるんで、この枝で前から見た時に切り口があんまり見えないような形になってると思います。今こんな感じになっております。芯の部分がね下がりましたんで、ここがトップになっております。そうなってくると、この横の枝の張り出しが張り出しすぎちゃってるなっていう風になってます。全体としてはこうやってなだらかに肩が持っていった方がいいので、この枝が張り出しすぎている、この枝をどうやって切ろうかっていうことになるんですね。そういった時に、例えばじゃあここの長さでいいから、今ちょっと悪い例をやりますね。ここで切っちゃうとか、こういう切り方をしちゃったらいけません。もういかにも切った感じで無骨です。とっても強く見えちゃいます。で不自然ですよね。ですのでこう切るんじゃなくて、まあ最低限ここで切るなら葉っぱの上、こういう切り詰め剪定をしていただくっていうのがいいんですけれども、これでも硬いですよね。ですので一番いいのは、こういった小枝が出てるところの分岐点のここです。ここ分岐点のところ、ここでこう切ることによって、切り返し剪定と言いますけれども、こちらの枝に切り返していく、こういう剪定をしていただくと枝先切ってませんので、ここにもともと枝がなかったようにも見えますんで、自然に少しは見えるという形になります。それでいて全体は枝がこう押すことができるということですね。はい、こんな感じです。でそれと同じように、この前のこのトップの枝ね、ここも少し切り戻しをしてみたいなとは思うんですけれども、そうなった時にじゃあ同じような手順でいったら、ここかな、切り返しをしてみます。はい、こんな感じでちょっと切り返してみたんですけれども、やっぱりちょっと間延びしてここが出すぎちゃってるなっていう印象があります。ですのでこの下には切り返しできるところはあるのかなって考えると、ちょっとないんですよね。なのでここはしょうがない、最終的にもうしょうがないので、このここですね、ここの葉っぱの上、ここで切り詰め剪定をかけたいと思います。はい、葉っぱのところをギリギリで切ってあげます。そうすることによってどうでしょうかね、まあ切った感じは見えますけれども、ここからまた伸びてきます。伸びてきた枝が伸びた時に樹形が柔らかくなるかなっていうことで、少しちょっと不自然ですけれども、こういった切り方をしてみました。でそうするとこちらも同じで、こちらも枝分かれはしてません。ですのでまあちょっと雰囲気の良さそうなところの、あと外芽ですね、こう見た時に芽の向き、残した芽の向き、葉っぱの方向に枝が伸びてきますんで、できれば外側に伸びてってほしいので、この葉っぱの上、ここで切ります。そうすると枝はこちらに伸びていきます。この枝とバッティングしなくなりますんでね、その辺も含めて放射状に枝を伸ばすようなところで切っていくってことが大切かなと思います。
そうしますと今度この後ろの枝ですね、後ろの枝も全体に対してちょっと横幅が出すぎちゃっております。で、先ほどの理論でいくとここに小枝が出てますんで、この小枝の上で切ればいいかなって思うんですけれども、あんまり枝が なくなりすぎちゃうよっていう場合であれば、この枝も残して、さらにここの枝のも残しつつ、ここで切り詰め剪定、葉っぱの上で切る、こういうやり方をやってもいいですね。そうするとこの葉っぱの切ったところ、切り詰めたところからまた枝が出てきます。それからこの枝も徐々に成長してきます。ということで、ここに2つ枝が伸びてくる。まあ、この下の枝も伸びるんで3つぐらい伸びるかな。なのでここの樹幹が作れるような形になりますんで、まあ、あんまり抜きすぎて怖いよ、樹形もうちょっと緑残したいよっていう方は、少し切り詰めも併用しながら、切り返しだけじゃなくてってやっていただくのもいいかなとは思います。それじゃあ今度ここら辺の枝になります。ここの枝も同じように横まで出すぎちゃってますんで、基本的には切り返し剪定でいってみたいと思います。こうやって戻っていって、ここの分岐点ですね、まず一回この分岐点で切ってみてください。はい、ここで切るとこういう風に枝が抜けてきます。これでもしよろしければこれでいいんですけれども、今回もうちょっと切ってみようかな。そうですね、ちょっと横の枝のバランスが悪いんで、もうちょっとここがいらないと思いますんで、さらに1個下、ここの分岐点、ここで切ってみたいと思います。はい、こんな感じにして、で、その中でここ、また残した枝ですけれども、ここも切り返しをかけます。ここで1回切ってみましょうかね。はい、こんな感じに切ります。今この部分もやったんですけれども、ちょっとできるだけ残そうと思ったんですけど、ここ立ち気味なんですよね。他の枝がこう寝てる中で、これがちょっと強く伸びてるんです。ですのでここ残してみたんですけれども、ここが急成長するってことがちょっと想定されるんで、あえて今ちょっと樹形が貧相になっちゃうかもしれませんけれども、今後のこと考えて、ここの立ってる元を抜いてしまいます。こうすることによって横枝に力がいくようになるので、より樹木の成長、上への成長が抑制されると思います。こんな感じで、でここが少しね張ってるよっていうふうに思われるのであれば、もうさらにここで切ってもいいかなと思います。ちょっと今回はせっかくなんで、ちょっとここで切っちゃいます。でももちろんここまで攻めなくていいよっていう方は残してくださいね。横枝、いい横枝ですん で今回はでもここで切ります。はい、それに合わせると今度この上もね、さっきの残したところだとちょっとこう出過ぎてるように見えてしまいますんで、もう少し内側のところで切ってみようと思います。はい、ここので切り詰めですね。こんな感じにちょっと一時的になってしまいますけれども、ここからまた成長していきますんでね、そうなった時にかなりいい感じに収まってくると思います。こんな感じで上の方ね、ちょっと強めですけれども、これぐらいに抑えてきました。というわけでここですね、次はね、ここなんですけれども、ここはやっぱり切り返しでいきたいです。で、まず1個目の候補としてはここで切るっていうのがあります。ここで切るとこれぐらいなくなります。ただ今重さでこう下がってたものが上がっちゃって、不自然な感じの樹形になってます。こう立ち上がっちゃってるんですよね。ですので、ここをこの下に寝てる枝、これを残して切り返し、でかつこの枝もここを切り返しちゃうっていうことでやっていくと、ここ少し90度みたいになって不自然かなって思わなければこれでもいいです。ただちょっと不自然だなって思われる方は、もう一個先のこの切り返しポイント、ここまで戻っちゃってもいいです。はい、こんな感じにしちゃった方がもうちょっと鋭角になるので自然に見えるかなって思います。ここからね、また芽が吹いてきますんで、それで樹形を作っていくことができますんで、一回まあ仕立て直しということで、ここぐらいまで切り戻しちゃってもここに関してはいいかな。続いての枝はこちらの枝になりますね。この枝も全体のシルエットからしてこの辺で収めたいと思いますんで、ここに出てるいい小枝の上、ここです。ここで切り返しをします。はい、こんな感じで収めます。でそうするとちょっとここが出てますんで、ここに関しては切り返しですね。はい、ここで切り返し、
で、ここも少し出てるなと思えば、ここはもう切り返すところがないので、いい方向の目の上で、ここで切ります。はい、こんな感じで全体の樹形のね、シルエットとしては悪くないんじゃないかなと思います。で、最後ですね、ここの下なんですよね。この辺がごちゃっとしてると思うんですけれども、ごちゃはどっから来てるのかっていうと、この下、キコバエですね。地際から生えてる枝です。これは、まあ、この、主としてる幹が、例えば、もう大きくなりすぎちゃって、どうしようもないっていう時に、ここの幹をもう元から切ってしまう。で、今度この小さいやつで新たに樹形を作り直すっていう時には結構使えたりするんで、取っとくっていうのも一つの手ではあります。ただ、基本的にはもうこの樹形で作っていった方が鉢としてはいいと思うので、ヒコバエに関してはもう元から抜いてしまおうかなと思います。はい、元から切ってしまいますね。はい、こんな感じです。で、下の方に生えてる小枝なんかもね、できるだけまあ気になるのであれば取っていただいて、すっきりさせていただくと全体にフォーマルな感じが出るとは思いますね。ここはもうお好みです。はい、全体的にこんな感じに出来上がっていきます。それで最後微調整ですけれども、どうしてもちょっともうちょっと短くしたいなっていう枝があれば、この枝のね、先の方だけを詰めてあげるということをやっていただいてもいいかなと思います。以上で剪定が終わりました。いかがでしょうか。今後の成長を考えて少し強めに切らせていただきましたけれども、皆さんの参考になりましたら幸いです。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこれからも緑のことに関していろいろと発信をしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さんにとって良い一日になりますように、また次回お会いしましょう。